で、この当時からですね、伝言ダイヤルというものが登場しましてですね、ゲイたちは2丁目に行かなくても電話線でつながれるというところになりまして、まあ、あの伝言ダイヤルを通して、出会いが盛んに行われたんですけども、あと他にバラ族なんかで通信欄というのがありまして、今なんかね、ネットでメールでもツイッターでもグラインダーでも、すぐにパッとその場にどこにいるのってつながれますけども、その当時はバラ族にまず、募集投稿をしてですね、そして掲載されるまで待って、そこにお手紙が来るまで待って、で回送されてくるまで待って、そして手紙のやり取りをしてから会っていたという感じなんですけれども、まあ、その投稿には、まあ、いろんな自分の希望、まあ、年上がいいとか年下がいいとかいろいろ書いてあったんですけども、まあ、そこに書いてあるのが結構、あの2丁目×2丁目の方はご遠慮ください、お姉っぽい方は勘弁とか、まあ、その中にも、まあ、何がお姉は勘弁よ、あんたもお姉のくせにとかみんな読んで言ってたんですけども、あのその中にもちょっとゲイフォビアみたいなものが色濃く反映されてたんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、でもなんだかんだ言って、主流は発展場だったんですね。ゲイたちがどこで出会ってるかっていうと、やっぱりこの当時になってもまだ、セックスっていうもの以外にはあまり期待が持てなかった、期待を持つだけの情報もなかったし、まあ、そういった、まあ、時期が来ていなかったっていうことですかね。はい、そして90年代に入ります。90年代になるとアメリカで急速に進んだゲイスタディがですね、日本にも輸入されてきました。はい、そこで、まあ、ここに伏見紀明さん、ここに大塚隆さん、ちょっと嫌がらせのようにバカみたいな写真を載せてみました、ね、そして、伊藤悟さんですね、こういった方々が初めて僕たちに対して、君たちそのままでいいんですよ、 OK なんですよ、で男同士でもいいじゃないですか、付き合っていきましょうよ、まあ、あのそういうメッセージを初めて発信してくれ始めた。で、僕なんかもそうでしたけども、それまで、まあ、ゲイフォビアのフォビコみたいな感じでしたけども、初めて、あ、なんかこういうのいいんだって言ってくれる人がいるっていうことで、そこから、まあ、自分自身が急速に変わっていけたんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そして、90年代から今に至るまで、パートナーシップってものをやってみようじゃないかって、ゲイや、まあ、レズビアンもそうですけども、いっぱいたくさん出てきてですね、初めてここで現実的な問題にぶち当たり始めたんじゃないかなと思ってます。雑誌のこれはクイアジャパンリターンズですけども、雑誌もようやくスタートラインについたんじゃないかなというような、この老後の問題だったり、生活の問題だったり、また恋の問題だったり、それから、まあ、いろいろ私もゲイカップルの友達はいっぱいいますけれども、まあ、どこまでが浮気のラインが全然お互い違うとかね、今まで、まあ、話し合っても来なかったようなところで、まあ、ぶつかって別れたり、まあ、長続きさせるのはそれなりに大変ということをお互い噛みしめながらですね、まあ、なんとか2人というのを続けていこうじゃないか、そういったようなところに今フェーズにいるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、どん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 、自分の場合こうっていうものを発信していける人が発信していって、まあ、いろんな情報を共有できたらいいんじゃないかなと思って、私もまあ、私は同居が今11年目ですが、私も発信する一人になっているという次第です。ということで、以上で私のプレゼンテーションが終わりました。ありがとうございました。宇多賀さん、ありがとうございました。宇多賀泰治さんはですね、漫画作家でして、元オールアダウト同性愛のガイドをなさっていまして、現在はブログゲイですほぼ夫婦ですというブログから、発売、まあ、そのブログの漫画化をされたジギラブというものが集英社から出されていて、つれちゃんに会いたいというのが最新刊としてブログの方で販売しているということです。島田さん、つれちゃんに会いたい読んで泣いたんだって。本当にちょっとびっくりしました、いきなり。なんだこいつあのかなり、そうですね、同性カップルで暮らしている宇多川さん の、 ちょっと、まあ、生活上ぶつかったいろいろな問題が書かれていて、読んでて思わず応援してしまいました。ぜひ皆さんもお読みください。会議に受付で売っておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは第2部のトークゲストをお迎えします。じゃあ、どうぞ出てきてください。